サルファー・デルはアメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルにあったマイナーリーグの野球場。当初サルファースプリングスボールパークと呼ばれ、後にアスレチックパークと呼ばれるようになった。1870年から1963年まで100年近く野球場として使用されていた。最も長く使用していたのは1901年から1963年の サザンアソシエーションのナッシュビル・ボルズである。現在のジャクソン通り、4番通り北、ハリソン通り、5番通り北に囲まれた土地に存在していたが、1969年に取り壊された。2015年4月17日、AAA のナッシュビル・サウンズの本拠地となる、ファーストテネシー・パークが同じ場所にオープンした。サルファースプリング・ボール・パークはかつて初期の入植者が、 存在していたフレンチリックスプリングという地域に建てられた。入植者たちがお奇跡想定地、またはデルにやってきて、小取引やサルファー採掘を行っていた。またこのサルファースプリングスボトムは後にピクニックやリクリエーションの場所として人気となった。1850年代頃にはナッシュビル市民は野球をするようになった。 地元の多くのアマチュア球団がサルファースプリングスボトムで試合を行うようになった。ナッシュビル氏は球場の必要性を感じ、デルの一部に球場を作り、サルファースプリングスボールパークと呼ばれるようになった。1870年までに球場はアスレチックパークと呼ばれるようになった。1908年、アスレチックパークでのナッシュビルボルズの試合1885年、 マイナーリーグのナッシュビルアメリカンズはサザンリーグの創立メンバーとなった。これまでアスレチックパークは単なる野球広場であったが、プロ野球チームに対応できる野球場への向上が要求された。150フットの木製観覧席が現在の4番通り北とジャクソン通りの角に建てられた。ジャクソン通りのメインエントランスには券売所があり、 本塁バックネット裏の指定席に通じていた。選手、監督、得点記録係、報道関係者の部屋は客席下に作られた。うちに部屋からはワイヤースクリーン越しにフィールドが見えた。洋水の地下組み上げ式のトイレや給水器も作られた。外野フェンスまでの距離はレフト及びライトは362フィート、センターは485フィートであった。シーズンのスタート前、 ナッシュビル・アメリカンズは、ナショナルリーグのシカゴ・ホワイト・ストッキングスの3週間に、わたる、スプリング・トレーニングを主催した。シカゴ・ホワイト・ストッキングスと地元セミプロチームの、アメリカンズ、及び、バンダービルト大学野球部コモドアズは、エニシビションゲームを行った。5月4日、コロンバス・スターズ戦で、初めてのレギュラーシーズンのホームゲームを行い、2対3で負けた。この球場では、 他のスポーツイベントも行われた。外野のあたりに150ヤードの自転車、または陸上競技用トラックが設置された。1885年の感謝祭、ナッシュビル初のフットボールゲームが行われた。ナッシュビルフットボールクラブが、ナッシュビルアスレチッククラブを6対4で負けした。1886年、アメリカンズは次のシーズンを迎えたが、シーズン5リーグから後退した。 19世紀、ナッシュビル・ブルース、ナッシュビル・タイガース、ナッシュビル・セラフズ、ナッシュビル・センテニアルズが次々とアスレチック・パークのテナントとなった。1897年、三塁線の観客席の座席が入れ替えられた。1901年、新たに組織されたサザン・アソシエーションのナッシュビル・ボルズがこの球場を本拠地として活動を始めた。 ボルズの最初のシーズンが始まる前、1.000席の特別観覧席が増設され、座席数は2500席となった。1907年頃、セミプロのニグロリーグのナッシュビルエリートジャイアンツがアスレチックパークで試合をするようになった。1928年まで、ここで活動を続けたが、オーナーがトム・イルソン・パークを設立したため移動した。 1894年7月4日、ナッシュビルとメイコンホーネッツはアスレチックパークでナイターを計画した。球場が電気照明を設置するのはずっと後のことであった。メジャーリーグが初めてナイターを行ったのはそれから約40年後の1935年であった。試合は雨により2回延期となったが、7月6日、トリプルヘッダーでニューオリンズペリカンズと戦った。 最初の2試合は昼間に行われ、ナイターはその夜に行われた。昼間の試合は互いに一生いっぱいであった。その夜、ナイターのためにアスレチックパークの周りに54個の電気照明が設置された。ボールは見やすいように輪でカバーされた。ナイターのお楽しみとして選手は草のスカート、バレエの衣装、派手なスーツ、ボンネット、ドレスなどを着用した。 当時ナイターはまだ珍しいものだったため、通常は数百名の観客が、この夜は4000名も集まった。3対2でナッシュビルが勝利した。これがナッシュビル初のナイターとなった。その後の1931年にナッシュビル・ボルズがナイターを行ったことと混同され、安い。1908年、ナッシュビル・テネシアン紙のスポーツ記者、グラントランド・ライスは球場を、 サルファースプリングデルと呼ぶようになった。同年、新たな観客席が追加された。彼は後に短縮系のサルファーデルと呼ぶようになり、1969年に取り壊されて以降もこの名前が定着した。1920年、ジャクソン通り西と4番通り北の南に観客席が追加された。1927年、 新たな観客席の増設1950年代、サルファーデルでの野球の試合サルファーデルの本類後ろの観客席は南西にテネシー州会議事堂に面していた。そのため打者は午後に落ちる太陽の光に苦労した。1926年のシーズン後、一旦球場全体を取り壊し、鉄筋コンクリート製で4番通り北沿いに本類を置き、北東を向くようにした。 サルファーデルの評判が悪かったガイアは再編成された。新たなガイアフェンスまでの距離は、リフトは334フィート、センターは421フィート、ライトは262フィートとなった。ライトは短いが、テラス席や坂があり、特にライトとセンター外側では休憩者している。ライトのテラス席の上部は22時、2フィートの高さにあった。 木製の外野フェンスは16フィートの高さであった。ライトのファウルポールからセンターまでのフェンスは186フットで30フットのスクリーンがセンターまで22時2フィートにまで下がっていた。手動のスコアボードはレフトからセンターの間にフィールドにはみ出るように設置してあった。客席数は7000となった。座席は指定席は オレンジ色、その他は緑色であった。改築後初の試合は、アメリカがソシエーションのミネアポリス・ミラーズとのエニシビションゲームで5対3でボルズが勝利した。球場は複雑な外野戦により、選手たちからサッファーヘルとニックネームが付けられた。ニューヨークヤンキースのベイブルースがボルズとのエニシビションゲームのためにやってきて、ライトを拒否してリフトへ移動したと報じられた。 1931年、照明が追加され、5月18日、ボルズはモービル・マリンズと初のナイター戦を行った。8対1で、ボルズが負けた。1938年、客席数が8500席に増築された。サルファーデルでのボルズのホームゲームのほか、1942年、マイナー・ニグロリーグのナッシュビル・スターズもここで試合を行い、 1945年から1951年まで、ナッシュビル・ブラック・ボルズ、カブスもここで試合を行った。1951年、外観、回転バー、レンガ壁、広めの出口など改修を行った。新たな正面入り口には、1870年からの、最も歴史ある球場、サルファー・デルと記された。ナッシュビル・ボルズが所有し、1959年、 ハーシェルリングディア率いる高段ボルズ社となった。シーズン開幕前、報道関係者室の隣にオルガンブースが設置され、座席の回収及び再塗装され、その他の補修も行われた。1963年9月8日、ナッシュビルボルズの最終試合が行われ、サルファーデル最後のプロ野球の試合となった。1961年のシーズン終了後、 サザンアソシエーションが終了し、1962年、ボルズは活動を休止し、その後 WA サウスアトランティックリーグに参加した。ダブルヘッダーで、リンチバーグホワイトソックスと対戦し、6対3、2対1で勝利した。1963年のシーズンの後、ボルズは解散した。1964年、アマチュア野球チームがサルファーデルで試合を行った。 1965年3週間スピードウェイとして使用された。その後ナッシュビル市の牽引車庫として使用された後、1969年4月16日に取り壊された。この頃取り壊されたアンドリュー・ジャクソンホテルの残骸置き場として使用された。2014年までテネシー衆議事堂の北駐車場として使われていた。自転車専用道路。 ミュージックしてバイクウェイの延長に伴い、この場所は2カ所に分けられた。2015年4月17日、ファーストテネシーパーク開幕日2013年8月、ナッシュビル氏は、テネシー州が所有していた元サルファー、デルの土地にマイナーリーグの、トリプルエ a パシフィックコーストリーグのナッシュビルサウンズの本拠地として、野球場を新設する交渉をしていることを発表した。11月8日、 元、サルファー、デルの土地に新球場を設立することで合意に達した。12月10日、ナッシュビル市とテネシー州の最終合意に達した。新球場ファースト、テネシーパークは、約50年前に閉鎖した球場サルファー、デルの跡地に、1978年から約40年間、サウンズの本拠地として使用されてきた、ハーシェルグリアスタジアムから移転する形となった。 新球場は8,500席の他芝生の自由席もあり、最大1万人を収容できる。スタジアムのみの費用は4,700万ドル、売店、歩道、駐車場などを含めた、総費用は1億5,000万ドルとなった。2015年4月17日、この新球場が開幕した。この日の試合は、対コロラドスプリングススカイソックス戦で10回3対2で、サウンズが勝利した。 ありがとうございます。